はい、どうも、リッチです。今回もスターウォーズバトルフロントやっていきたいと思います。今回はファイタースコードローン。意味的に言うと、空中艦隊戦みたいな意味ですね。空中対戦かな？空の戦いがメインのモードで、反乱同盟軍側ですね。帝国軍と反乱同盟軍のスターファイターが制空権をかけて空中戦を繰り広げる。脱出を図る輸送船を含め、より多くの敵を撃墜した陣営が勝利する。ってのって言いますさ。前回ヒーロー VS ヴィランっていう、面白いね、ユニークなものでやったんですけど、これも結構いいんじゃないですかね。制空権というか、空中戦に目を向けたモードなんで、楽しいと思う。てか画質がすごいからね。飛ぶだけですごいって、ベータの時思ったんで。Y、X ウィングか A ウィング。よく差がわかんないんでね。こっちに行こう。視点変えれるんだけど、どっちがいいかな。FPS 視点はね、本当に移動が困難なんですよね。これ守んの？すごいな。情報量が半端じゃないぞ。よし！味方の輸送船が突破に成功したぞ。着いたけど。着いて。うつ。ナイス。いた。ああ。インターセプター。落としちゃないかな、そういえば。英国軍の航空戦闘機がもうすぐ射程に入る。回避。何あれ、あ、十字で回避できるんだ。なるほど。俺じゃないね。すごい。これ一番集中しないと無理だもん。ロックオンが間に合わん。輸送船をね、まず仕掛けてみる。帝国軍のシャトルを撃ち落とせ。どこにある？あれか。ああ、ダメだ。早いな。ああ、視点変わった。ちょっと食らったね。ダメージ与えれば結構経験値。よし。うわ、後ろ疲れてる。こういう時ね、もうぐるぐる回るしかないんですよね。そしたら大体取れるっていう。おっと、疲れそう。高度上げようか。ナイスです。おっと、今撃つべきだったな。エルニーのロックオンがすごい重要ですね。これがないとまず銃撃が当たんないな。あー、ナイス。いいね、うまいね。一応ね、目標に向かっては行きたいんだけど、早すぎる。いかんせん。おお、いいの乗ってんね。旋回されたらね、どうしようもないね。敵の攻撃から輸送船を守れ。全ての敵に目を光らせ。ついてる。よし。輸送船守れ。OK。
っと旋回が早いな。よし、あ、楽しい、これはこれで楽しいな。よし、途中で入ってるこれ。多分途中で入ってしまってるのかなっていう面もあるかな。お、いいですね。輸送船に大ダメージを与えている。僕が輸送船に絡んだのはあの初めのプレイだけだよね。さあもう一戦、インターセプターかファイター。インターセプターでいってみよう。インターセプター多めじゃない？4機。輸送船が惑星外への脱出を進めている。反乱軍のクズどもから輸送船を守れ。この視点いけるかな。ちょっとだけやってみようか。うわ、きついきついきつい。うわ、旋回やばいな。ちょ待って待って、きついね。オッケー、疲れてないよね。こっち側の船は加速ができるんだな。うららら、おお、壊した。もったいなロケな、ミサイルもったいない。うららら、我慢の限界だ。あ、たれ、おっ、逃がせない。お、ナイス。あそこまでやったんだからアシスト欲しいよね。上には行ってないな。途中で3発、3発っていうか1発食らったっぽいね。いつか食らってる。つくことはできる。取りに行ってんのかな。あ、とりあえずそうなったら高速で移動しよう。まずい。こういう時どうしたらいいんだ。とりあえず、おお、まあいいや。後ろにいる。わかんないな、後ろにいるって相手も。輸送船発見、行ってこよう。あ、しまった早すぎた。インターセプターでも一回行こう。このなんていうんだろう、ゲーム底が知れないね。よし、壊した。あ、いた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 。ナイス。てか回復ができないのでね、壊れかかってきたら死ぬしかないのかな。あ、途中でなんか修理的なやつあったな、今思い出す。まずい。戦闘機見えないけど、ああもったいない、限界だこれ。ダメだ、もったいないな。よし、おっと、ダメだったよくわかんない。ファイターもいいけどね、もう一回死んだらファイターにしようか。これ上でか、あ、これあれだ、後ろにつけるような動きだな多分。帝国軍の輸送船守るぞ。シャトルを守れ。よし、よし、お、発見、防衛するぞ。我々が有事を保っている。反乱
厳しい。よし、オッケー。オッケー。 X ウィングキラー、いい名称だ。我々の輸送シャトルが危機的な被害を受けたぞ。よし、ちょっと待ってね、シャトルどこ、何としても巻き返せ。いや、雲で全然見えない。まずいな。痛い。何あれ。さあ、 AI キルが多いですけど、プレイヤーがね結構捕まえにくいんだよな。味方か。よし、これ AI がなんかいい味を出しているというか、いいんじゃないかな。ちょっとついてるけどあんまりかけたくないよ。お、帝国軍もう一回守るの。ラムダ級シャトルに敵を近づけるな。あいつはプレイヤーじゃないからいいだろう。はい、お、勝ったね。いやー、これも楽しいな。では僕の輸送性のダメージが突撃しかないっていうところもあるな。なんだろう、もうちょっとやっぱり接近したかったね。接近はしたけど、うまく接近したかったな。目標25、アワード100。アワード今なんかあったの。これ以外何も見ていなかった。お、365、いいんじゃないの。抜けよう。さあ、今回はねスカードローンという空中戦やりましたけど、 AI がいいね。よくね区別つかないんですけど、なんか濃い点が敵なのかな、プレイヤーなのかな。ヒーロー編集家のビークルを利用可能、最大人数プレイヤー40人。どれ、スプレマシーかオーカーサルトのことか。スカドロン20人までいたの。20人、あ、10対10の20か。びっくりするな。ドロップゾーンで、ドロイドランかな、次やるとしたら。さあ、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。まあ、とりあえずね、いろんなモードをやっていっているわけですが、すべて初見っていうね。でまずある程度ね練習してから、なんて2回目的なものをやると思いますが、とりあえず初見で一通りやっていきたいと思います。次回は多分ドロイドローン。